おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日もこくらせエピソード2続きやっていきたいと思います。前回はね、もう要望書の受理却下するのにすごい苦戦したんですけど、まあなんとかね、挑戦し直して、日の子太郎、男日の子太郎、阿佐ヶ谷まどかに褒めていただくことができましたというところで、小太郎くんの用事が終わったので、めぐちゃんに切り替えていこうかなと思いますよ。はい。依頼人とターゲットを監視しよう。彼らは今特別課にいる。 OK、 行きましょう。ほい。4階、あれ執務室、あ、なんだ、あ、1階にあるんだ、執行部室って。執行部室の前に立つ彼ら、彼らと顔を合わせたくはない。隠れてやり過ごそう。オッケー。じゃあ小太郎くんに変えましょう。ん？なんか外が騒がしいわね。我々は我々の組織の長き伝統と歴史にのっとり。ダミ声男子。いや、やらせないでくれ。喉がガラガラになってしまう。出てきたまえ。実行員の応募を今日こそは。声高男子。早口男子。そこにおるのは分かっておるのだ。また来たんですか。何度来ても同じです。新たな院長と一度も話ができんではないか。今日こそは。出てこーい。なんだろうね、用事かな。あ、行かない方が。なんだろうね、ちょっと様子を見に行ってみようかな。すごい、もう緊急ミッションが重なるな。はい、行くよ。失敗は許されません。何度も失敗していますけれども。はい、こんにちは。おお、おしっこぶ。早口男子と声高男子が混ざっちゃった今。いや、僕は何の役職もないけどさ。早口男子ね。グラフィックがちゃんとあるんだね。では実行委員長を呼べ、話があるのだ。いや、何の用かな。聞きたいか、聞きたいのだな。では教えてやろう。いや、やべえやつらじゃん。特別か本当にこの人たち。我々嫉妬激動隊の長きにわたる悲劇、それは文化祭、高野祭のハレンチなるダンスパーティーの即刻廃止、恋愛とヘラルキー固定の悪しき歴史に今こそ終止符を。そうだそうだ。ああそう、ダンス。ああそうだね、僕もさそう思うよ。うん。おお、話がわかるではないか。この人たち結局何がしたいのかな。あれ、失敗許されなかったんだけど。なんか落とした。まあ、いいか。ああ、まどかちゃんに切り替えられる、やった。じゃあまどかちゃんにしようか。かわいいグラフィック。ああ、日野くん言っちゃったわ。気弱な彼のことだから押し切られちゃうわね。私あの人たち苦手なのよね。見つからないようにしなきゃ。教室から出たら見つかるし、あの人たちが来ても見つからない場所。あの人たちに見つからないように隠れなきゃ。なるほど、じゃあまたセーブしましょうか。隠れる。ここが隠れるのにちょうどいいわ。見つかりませんように。で、小太郎くん、声高男子か。それで、キクも恋愛ヒエラルキーを打ち破らんとする同志であるか。まあ僕も愛情の痛みっていうか、そういう思いに決着をってさ。うん。でさ、実行委員になってこの機会をさ待ってたっていうかさ、なんと執行部に潜り込んでまで。おお、どうし、強引じゃダメだというもんだからさ。まあ僕も流されやすいけどね。うん、小太郎くんと話が噛み合っていないな。なんと、キくん、反逆かな。なんと、キくん反逆にかけておるわ。我々など及ぶべくもない。こんな心強い同志が執行部にいるとは、我々の悲願達成もすぐそこだな。まあ、頑張るよ。うん。僕もさ、ダンスに向けてさ。そうかそうか、では部外者の我々は引き下がるとしよう。しっかり頼むぞ。ありがとね。何
何の何の。では健闘を祈る。彼らもダンスパーティー出たいのかな。なんだったろうなろうね彼ら。よかったね、なんとかなって。あれ、阿佐ヶ谷さん行った？え、うん、行ったけど。そう、じゃあもういいわね。よっと。ほんと、しょっちゅう来るんだから、あの人たち。ほんとだ、いない。やれやれ。隠れていたの？まあね、嫉妬激励隊が来たらいつも隠れてやり過ごすの、ロッカーの中とかに。へえ。だって分からず屋なんだもん。前の委員長これで参っちゃったみたいね。あれ、さっきちょっと話したら分かってくれたみたいだけど。え、そうなの？へえ、あの人たちを説得、すごいじゃないの。そうかな。いやそっか、じゃあこれから日野くんに頼もうかな。私は隠れてるから。隠れるの？やっぱり調整能力は日野くんの方が優れてるかもね。見直したわよ。それほどでも。じゃあ仕事しよっか。はい。面白い情報ね。今日はここまで。あら。なんか今出てきた子があれじゃない？目白めぐみちゃんじゃない？今のは。僕の仕事は終わったけど、先に帰っていい？悪いな。でもしょうがないか。今日も楽しかったな。いつか一緒に帰りたいけど、今日は一人で帰ろう。オッケー。いやー任せろ。いつか一緒に帰らせてやるよ。はい、じゃあ帰るってことはこう行けばいいのかな。オッケー。やっほー。あ、ゆらちゃんが見張ってたのか。なるほどね。明日も阿佐ヶ谷さんと一緒に頑張ろうっと。OK、動けなくなりました。あー、ゆらちゃんに変えられますね。あれ、待って、日野小太郎のやつ見てないんじゃない？今回の依頼人、日野小太郎、特別課2年。怒っても怖くない。頼まれ物たっぷり。あと10センチは伸びると信じている。都合のいい人扱い。天然パーマ。七三分け。やさ男。かっこ。流されやすい弱気、常にヘラヘラ。なるほどね。ということで、じゃあ新橋ゆらちゃんに変えようか。身長高ー。監視してたってことだね。あの秘密のお部屋へ、どっか入り口の手前から行けますわ。オッケー。ここか。へえ。秘密の部屋っていうほど秘密めいてないけど、ここじゃないの。はい。いけない。阿佐ヶ谷まどか、日野小太郎、二人が急速に近づこうとしている。お姉様。邪悪な力によって、強引に縛り付けられようとしている二人。引き離さなければ。はい、お姉様。ユラ、何かいい方法はない？阿佐ヶ谷さんと日野さんを引き離す。一つ考えがありますわ。ん？音の墓。どれ？これか？あ、違うわ。交流委員はそれぞれ相手の課に出張してそこの委員たちと一緒に活動するの。これか。いい当て。そうですね。一つありますわ。さすがユラ。何かしら。交流委員のポストを利用するのですわ。交流委員？何なの？特化と普通化、普段は大して交流のない寮化、その橋渡しを受け持つ係ですわ。その係を利用すると、阿佐ヶ谷さんか日野さんのどちらかを交流委員に仕立て上げるのはいかがでしょう。なるほど、二人を引き離す作戦ね。はい、お姉様。どっか交流委員は普通科に出張させられ、二人の接点はなくなります。いいわね。では、ユラ、早速実行なさい。はい、お姉様。お姉様は賛成してくださった。すぐに実行しましょう。これで新橋ユラちゃんの
やつを見ましょう。なんだっけ、新レッドリボルバーみたいななんだっけ、名前忘れちゃったよ。TRL のメンバー、 TRL トライアングルあ、わかんない、新橋ゆら特別化1年。あ、なるほどね、後輩なんだね。メガネモチーフのヘアピン、でかい、かっこめぐみの6倍、6倍でかい、どういうこと。あ、あー、身長の話じゃなかったなるほどね、あのめぐみちゃんがあのすごい小さいって書いてあったのは身長が小さかったわけではなく、おっぱいが小さい、ゆらちゃんのおっぱいが6倍でかいということですね。あ、なるほど、めぐみぐらいになる、ん、違うわ、ゆらちゃんは、え、違う、めぐみちゃんはゆらちゃんぐらいになれると信じているっていうことなんだ。なるほどなるほど、身長の話じゃないのね。外見柔らげ、ん、外見柔らか、中身冷酷。へー、そうなんだ。めぐみの言う通りに、うわー、なんかめぐちゃんみたい。めぐみのことをお姉様と呼び慕っている。一本結び、七三分け、糸目、うんうんうん、頭脳、実行役。なるほどね。ということで、あ、そうか、人変えか。秋葉くんに変えましょう。さて、依頼を受けてからだいぶ経つけど、進展はないように感じるけどね。どうだろうね、ちょっと情報を共有しとこうか。みんなの待つ、ん、みんなの持つ情報を共有しよう。なるほどね。じゃあ、リポリンから行こう。面白いことはいろいろあったけど、依頼と関係あるかな。ことの葉で、この蓋一度閉めると勝手に鍵がかかるんだ。はい、ここから行きましょう。そういえば魚住先生ってほら、どっかの変な先生、ひどい悪いようだね。その先生が変な箱持ってて、でっかくて役立たずの。どういうこと。蓋閉めて勝手に鍵かかっちゃったんだって。で、鍵は箱の中。ありゃ、リポリン並みのドジだね。ゴミ捨て場にあるんですけど。開かなきゃ意味ないね。開ける方法は。相当の怪力の持ち主ならば、あるいは箱を開けることも可能かしらね。魚住先生でもダメなんですよ。まあ、うちは入れ物には困ってないから。そっか、残念。箱以外の情報、ないな。ないのか。ああ、そう。マロちゃんのことは言わないんだ。じゃあ、カンタ君行こう。私、なんか掴んでたような。ん?居合わせか?違うな。こっち?あ、これか。ふん、特化のやつが来たらぶっ飛ばしてやるか。普通科に怖い生徒いるよね。いやー、ゾッとしたよね。カンタ先輩より薄気味悪い人なんていないでしょ。そうじゃなくて、乱暴者って意味。私だって気味悪くないから。いや、気味悪いよ。武蔵くんじゃないの、それ。あー、そう言われりゃそうだったかもね。乱暴者で有名だからね、彼は。さ、私はこれだけだよ。あ、そうなんだ。じゃあ人変えでめぐちゃんに変えよう。私が目撃したことをリーダーに伝える。 OK。 ことの葉、自分の、これは違う。まあね、嫉妬激励隊が来たらいつも隠れてやり過ごすのロッカーの中とかにかな。 OKOK。おかしな集団がいるのよ。どんな。嫉妬激励隊と名乗る特化男子生徒3人。ああ、まだいるのか。あれ、リーダー知ってるんですか。恋愛に結びつきそうなあらゆる学校行事を撲滅しようとする団体、昔からあるらしいんだ。今も活動してるとはね。文化祭実行委員に毎日食ってかかっているそうよ。ありゃ、迷惑な団体ですね。私たちもそんなに変わんないけどね。阿佐ヶ谷まどかは
いつも物陰に潜んで彼らをやり過ごす。隠れちゃうのか。僕らの依頼もその連中に邪魔されなきゃいいけど。私の持つ情報はこれだけ。じゃあ源次君に戻します。依頼人に関わることは何もないですね。しかし毎日二人で顔合わせてるんだから、もう依頼は達成も同然。まあね、だといいけどね。まあ十分チャンスではあるね、この状況。今回は楽勝かな。いや、油断してるとね、痛い目見るよ。源次君、タマちゃんが手のひら返しするかもしれないフラグが立ってるんだから。じゃあユラちゃんに戻しましょう。さあ行きましょう。日野小太郎さんのもとへ。3階にいるはずです。さあ3階の人に日野さんのもとへ。もつれた赤い糸を元に戻すために。なるほどね。いやー、まあ武蔵くんとくっついてほしいっていう気持ちもまああるんだけどね。小太郎くんもね頑張ってるけどね、ヘラヘラしててあんま気に入らないけど。あ、いたいたいた。日野さん、うん、だ誰かな。実行委員のものですわ。君、そうだっけ。あら、お忘れですか。いえ、私のことはどうでもいいのです。何か仕事僕にできるかな。阿佐ヶ谷さんの方が。その阿佐ヶ谷さんからのことづてです。交流委員をやってほしいと。交流委員、何。普通科との連絡役ですわ。あなたが敵役だと阿佐ヶ谷さんはおっしゃっています。ああ、普通科。そういや以前期待してるって言われて。そうです、期待されているのですわ。立候補なさっては。そうか、期待されて立候補しようかな。二藤先生に言えば喜ばれるでしょう。さあ善は急げです。そうかやるか。あー、小太郎くん。さあ本来あるべき赤い糸に戻るのですよ、日野さん。あなたの赤い糸はここにはありませんよ、日野さん。うわー、ゆらちゃんやるな。じゃあ一旦セーブして、今日はこのぐらいで終わろうかなと思いますよ。ご視聴ありがとうございました。源次くんの思惑通りには今回はうまくなかなか進まなそうですね。このなんとかレッドライナーズ、なんだっけね、忘れちゃった、新レッドライナーズかな、うん、のおかげで何か大きな事件、嵐が吹き荒れそうでございますね。それでは次回と思ったんですけど、なんか今動画終わってみて時間確認したらめっちゃ短かったんで、小太郎くんのやつやってみて時間いい感じになればそこで終わろうかなと思いますよ。二藤先生のところか、職員室かな。 OK、 行きましょう。ゆう、二藤先生こんちゃーす。二藤先生。あら日野くん、こんにちは。何か用？交流委員をやりたいんですよね。え、日野くん、あら嬉しいわ。誰もやってくれなくて困ってたのよ。阿佐ヶ谷さんも喜ぶからって。え、彼女もきっと喜ぶわ。ありがとう。じゃあ早速今日の放課後に普通科に行きましょうね。紹介するわ。普通科、はあ、え、日野くん普通科で作業するのは大変だけど頑張って。あ、おや、あれ、これでいいんだよね。あ、流されちゃったね。人変えで、じゃあカンタくんに切り替えましょう。じゃあ今日はこれでいいかね。そうだね、今日できることはなさそうだ。油断は禁物よ、リーダー。うん、メグちゃんはちょっとなんか分かってそうだね。数日後。平和な日々だね。こういう時は霊たちも穏やかで。はあ、私ビビッときましたね。なんか嫌なものが近くにいるよ。この階、いや、あっち側に。嫌だな、怖いな。感性を研ぎ澄ませると、ほら、いるよ。あ、いるわ。特化生、こっち来て。これどうなってんの。はい、はい。
おい、とっかせ、こんな金じゃ、ペンキにか、ん？じゃあ、こんな金じゃペンキ買えねえよ。なんとかしろ。はいはい。木材足りないわ。材料から分けてもらってよ。あ、材料じゃねえわ。特化だったわ。材料と特化を見間違える人ってなんなん？はいはい。おや、あのなよっとしたり。あ、小太郎氏。なんで特化の小太郎氏がここにいるのさ。あれり、気配が遠ざかってくよ。そしたらば、壁越しに念を送る。壁越しに私の念を送るよ。オッケー。ちょっと小太郎氏。あ、何かな、今度は。何かなじゃないよ。何してるの。え、文化祭の準備作業をね。忙しくてね。ちょっとちょっと、どっかで窓か城と一緒に準備してるはずでしょうが。え、ああ、まあ、この間まではそうだったけどね。はあ、なんなの一体、自分のやるべきこと忘れてないよね。忘れてないよ。文化祭の準備、ちゃんとやってるよ。あちゃー、また来るからね。あれ、何の用だったのかな。急ぎの作業じゃないといいけどね。えらいことだな。リーダーに相談だよ。あら、まあ困ったね。リーダー大変だよ。ん、どうしたの、カンタ。幽霊でも見つけた。もっとひどいもの見つけちゃったんだよ。やだな、怖いな。なんなのさ、小太郎氏。普通科にいるんだ、これが。え、特化の文化祭実行委員なのに、なぜか普通科で働いてる。ちゃんと文化祭の準備やってるとか言っちゃって、完全にほうけてるね。あれ、おかしいな。特化生が普通科に来るなんて簡単じゃないのに。人変えはしなくていいね。ことの葉で、これだ、たまちゃんの。ところが私、今ある事情で特化と普通科を行き来自由なのだ。タマなら何か知ってるかもな。放送室に行こう。タマ今いるかな。さあ、今回結構キーパーソンに、まあ毎回キーパーソンなんですけど、キーパーソンになりそうなタマちゃんですが、ちゃんと味方になってくれるんでしょうかね。タマは頼りになるからな。報酬さえちゃんと払えば。ほら、これフラグなんだって、絶対。あ、報酬持ってこなかった。どうしようか。放送室に来たのはいいけど、タマヤの報酬うっかり忘れてた。あ、ユラちゃん。運命の赤い糸は決して触れてはいけない。ええ、決して。けれど糸のもつれはほどかなければ、いいえ、邪魔な糸は切り落とす。小倉瀬、取るに足らない愚かな人たち。しかし油断は禁物。特に秋葉源氏、彼の悪知恵は侮れない。しばらく監視する必要があるかしら。こっそり普通会忍び込み、秋葉源氏の行動を監視。いや、これタマちゃんとこう絡んでることがバレちゃうんじゃないの。今放送室にいるでしょ、源氏くん。いや、これも動かさなきゃいけないの、なんかやだな。小倉瀬の味方なんだけどな、私は。てか、小倉瀬の一員のつもりで私は動いてるんですけど。どうも、小倉瀬の一員、ひなぴよです。よろしくお願いします。お、隠れてる。ここでしばらく待機を。オッケー。じゃあ、源氏くんに変えますか。報酬は後でもいいや。とりあえず、タマと話そう。うわぁ、もう、どうしよう。代々木タマさん。あ、いた。タマ。あら、秋葉くん、こんにちは。聞きたいことがあるんだ。情報屋のタマなら知ってると思って。頼る気になったのね。何かしら。情報屋タマなら、この状況の原因を知っているかもしれない。音の葉で、これ、特化の文化祭実行委員なのになぜか普通科で働いてる。文化祭の実行委員ってさ、特化生と普通科生がいるんだよね。そうよ。特化の実行委員が普通科で働かれされることある？あるわよ。逆もあるのよ。え、あるの？交流委員のことね。特化と普通科から一人ずつ選ばれるの。そ
そんなのがあるのか知らなかったよ。ちなみに私は普通科代表の交流委員なの。やっぱりそうなの。大手を振って大手を振って特化に行ける数少ないチャンスだもの。見逃さないわよ。なるほどね。まあ情報屋だからね。特化の方は最近立候補者が現れたって二藤先生が言ってたわね。まったく勝手に動かれちゃ困るな。依頼人は特化交流委員か。でそれが知りたいこと。うん、ありがとう。たまじゃちょっとちょっと報酬情報料払ってつけといてよ。じゃ秋葉くん、私の扱いをないがしろにすると後で後悔するわよ。わかったわかった、今度ちゃんと払うからさ。約束よ。うわー、いやこれもうフラグビンビンだよ。たまちゃん裏切りルートだよ。ジュースぐらい買ってきてやるか、依頼が片付いたらね。こりゃなんとかしなきゃな。アジトに戻って考え直そう。困ったね。これは新レッドライナーズの味方になっちゃうんじゃないの、たまちゃん。みんなでこのことを話し合わないと。なるほどね。じゃあこれでいい感じの時間なんじゃないか。よし、これで終わります。また次回。おつぴよでーす。